っちゃ可愛い。ゾイチロさん、ハートありがとう。サザエさんだよ。可愛いでしょ。自分でできるわけないやん。これ自分でやりました。びっくりするやろ。これはね、三越やったっけ、三越やったっけな、なんかサザエさんフェアをやってるらしくて、そこでゲットできるサザエさんカチューシャです。サザエさんになれるサザエさんカチューシャ。かわいいでしょ。これが欲しくて、そう、欲しくて見に行ったらめっちゃ並んでたから、ママに買いに行ってもらいました。かわいいでしょ、サザエさん。ちょうどいいやんでしょ、似合いすぎてる、当たり前やろ。実写版サザエさん、こんばんは、こんばんは。この後ろの髪の毛がなかったらね、もう本物や。でもだ、顔丸すぎ。どう？後ろの髪だけはなかったら。サザエさんだ。健康第一、ありがとうございます。こんばんは。過去一サザエさんできると本当地毛でサザエさん。いやー、そんなうまいことある、そんなこんな三角形みたいな山みたいな形にできることある。無事カード完了、ありがとうございます。パン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 。これみ、え、三越だった、三越で会ったり、三越フェアみたいな。三越フェアみたいなやつで、そう、サザエ三越でサザエさんフェアをやっとんか。そう、それでかな、サザエさんカチューシャがゲットできるらしい。そう、ぜひぜひ行ってみてくれよーい。バンチャーシバンチャーシ。トゥルトゥルトゥルル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 。久しぶりに前髪上げてきたから、やばい出てきてる、やばい。しかもここね、ここどうなってんねんって感じのね髪型になったんですよ。だから帽子で隠そうと思ってたのに、このカチューシャやれー、このカチューシャを持っていきなさいって言われて、髪がやばい、終わってる。髪がやばい、終わってるんです。あれ、サザエさんカチューシャで隠してただけで髪が終わってるんです。なんでこんなボコンってなったんやろ。やっほー、
私はそれ見てますよ。いや、見てますわよ。ここで止めて。こんばんは、こんばんは。でもなんかどうやってもボコンってなるんやな。まあいいんだ。よし。スタジオの岸壁ライン、おそらく最前、おお、最前列で見つけれんかったらもうやばい。もうアリサやばい。それは多分目が見えてない人だと思う。そう、最前列やったら見つけれるよ、もちろん。頑張ります。じゃーん、じゃーん、じゃじゃじゃだ。久々におでこあげたわ。もう顔丸い、顔丸くてピヤ。カラコンやろう、ハートありがとう。セルハの生誕さん見てる。もう手紙もの人も知ってる。知っとるというか、もうそう名乗られた。そう、名乗られてね、手紙の内容を見せられた。めっちゃおもろかったよ。そう、手紙の内容面白かったよ。サザエさんです、かわいいでしょ。ツイートしたエミリーの写真いいね、いいでしょ。そう、遡ってみた、最近のやつじゃなくて、最近のやつじゃなくて遡って見ました。おが消えて話でかけてく陽気なサザエさん、女房と後ろだった、見つけてくれるかしら、大丈夫、任せて。完璧ライブ、チャートイート、スタジオよろしくお願いします。でもさ、あれやんね、どうやって過ごすの、もう寝て。そっか。両方見てくれるってなったらさ、アリサも暇やけど、あのミヤヒャンも両方見に、まさかの両方見れる方は暇よな。一部と四部やもんな、その間の待ち時間ありすぎん。26日お話し会よろしく。26日もあるね、お話し会よろしくお願いします。26は何やったっけ、アリサ。26日は秋服か。10月が赤ずきんか。9月26日は秋服だ。どうしようかな、秋服ね。ヒョウ柄にしたから、この前ちょっと違うやつにしよう。サーティーンと写真撮ったよ。さやかりんとめっちゃ喋れた、アリサ嬉しい、めっちゃ嬉しい。さやかりんとね、めっちゃ喋れたんですよ。チャートリリとチャー公演の時めっちゃ嬉しい。さやかりんかわいい、かわいすぎ。やすべさん、だるまなおなおさん、ハートーありがとうございます。うん、そう、意外と背、そうそうそう、さやかりん意外と背高いっていう話で、でもさやかりんと足一緒なんですよ。そう、靴の大きさというか足のでかさはさやかりんと一緒やったのに、身長が10センチ違うっていう。10センチ身長違うっていう悲しい事件、やばいよね。足の
足の大きさは一緒なんや。24センチ24.5 くらい足は一緒なのに身長が10センチ違うやばいよね、びっくりだよ。でもね、そう、足がでっかかったら身長伸びるって言うじゃんってなったらね、例外もおるからねっていうね話になんだね。特別なんだよ私は。そう、例外もこの世にはいるってなって、そう、足がでかくても身長はでかくない、特別な特別な人間なんですよ私は特別なんで、そう、おもろすぎアリサ例外、そんな例外いらんけど、足、まあ、身長小さすぎてもね、身長ちっちゃい方が可愛いけど小さすぎるやんか、やだ160はないとな背の割に足が小さい、それは別に良くない全然悩むことじゃないよ、そんなちっぽけな悩んでなかったらごめん全然悩んでなかったらごめんやけど、そんなことで悩まんほうがいい。そう、足がねでかい方がね靴ないけんマジでそう、ギリギリ24センチだから、そう、服屋さんとかでも靴 L サイズ L サイズでお願いしますって言ったら、まあ、まあ入るんですけど、20もこれ以上足でかくなったら L サイズ履けんくなったらもう靴ないけんマジでもうどうしようって感じマジでマジでマジで、そう、今の足よりももっと大きくなったら靴マジでないんですよ。これダメ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 。そう、こんばんはこんばんは。そう、裸足でほんまにそうよ。どこでスニーカーとかしかない、もう可愛い靴がない。そう、スニーカーとかあったらね、あると思うけど、かわいい靴がない。厚底の靴とか、そう、厚底のヒールとかね、この形の、こっちがつま先でこっちがかかとでこうなってるやつじゃなくて、こう全部つま先もかかともビョンって同じ高さのやつで、かわいい靴がなくなる何？なんか何や？キセに身長抜かれてる。めっちゃ抜かれとるよ。タムキッちゃんとかはアリサより全然ちっちゃかったでも全然サコちゃんの方がでかいし、やばいやばいね。おお、みなさま、ああああ一応かあゆみ全然 LINE してくれんくなった、もう悲しい。アリサは悲しいです。みなさま、ミニ足アリサデザインのセーター T シャツが明日より受付開始となります。イエーイ、ぜひぜひチェックしてみてください。明日9月25日金曜日の12時、お昼の12時から10月1日の日付が終わるまで10月1日が終わるまで受付中です。受付が始まるそうです
デザインはね見たい見たいですか、デザイン。いきますよ。うん、こうしよう。はい、いきますよ。だーん黒です。黒 T、 そう、黒 T、 黒い T シャツにしました。それで、あのうさちゃん、うさ、あ、これバックプリントです。本当に、いや、アリサ的にはね、こんなにね、自分が書いたさ、こう、まあ画用紙にこう書いたんですけど、アリサがね、こうこういうデザインでってこう画用紙に書いたけど、こんなにもさ、あの自分が書いたものがそのままなるとは思ってなくてちょっとぐらい、あの修正聞くやろうと思ってたんやけど、恥ずかしいわこんなに自分が書いたそのままなるとは思わんかったで。あのあん時ぐらいやんなと思って、あのじゃんけん大会とかでさ、 T シャツとかタオルとかグッズをたくさん作らせていただいたじゃないですか。なんかその時みたいに、あのね、まあデザインは普通に自分たちの直筆というか手書きで書くけど、もう可愛くなるやろ、ちょっと修正されて可愛くなるやろって思ったら、いや、結構リアルにね、あの結構リアルにアリサが書いたままプリントされてても笑った、笑っちゃいましたけど、まあ、可愛いのですごく可愛いです。そう、これね、よく見ていただいたら分かるんですけど、うさぎチューピョンです。これはアリンコにしようと思ったけど、アリンコはね、ちょっと可愛くならんかったちょっと可愛くならんかったから、チューピョン、チューピョン覚えてますか。初期の頃からずっと持ってたチューピョンをイメージして、その中にハッピーバースデー20049月に生年月日入れて、その上にアルサ、アルサ、アルサっていう文字を入れて完成です。これバックプリントになるので、まあ着やすい、この前じゃないよ、前じゃなくてバックプリントになるので可愛いです。可愛いと思います。すごくすごく私は気に入っております。デザイン性はあるでしょ。このあの、なに、ここのちょっとちっちゃいところに、それ見える、それ何のデザインみたいなここにちっちゃく載せるのが嫌いなんだよね。やるんならね、でかいのがいいから、いいなと思ったからこれにしましたぜひ、ぜひ皆さん受けと、ゲットしてみてくださいお願いいたします。目立つかいいでしょ。これお庭ぬには、部屋着としておすすめしたそう、お庭ぬには部屋着でちゃんと着てくださいってこうおすすめしたおいたので、皆さんもぜひ、全然部屋着でいいですよ。アリサなんか、そう、生誕 T シャツをね、普段使い、白とか言うね、なんかよくわからないセンスを持ってないので全然部屋着でね、まあ寒くなるけどね、今からまあ寒くなるけど、全然部屋着で使っていただいて構いませんので、ぜひゲットしてくださいよろしくお願いします。仕事入りでマジそれはマジいいよ、全然可愛いから可愛いから全然いいんだけどね占いも本当嬉しい。普通に仕事来て、嘘、本当
気に入っていただけたらよかったです。前はうん多分柄ないと思う。こうバックプリントだけアイサがデザインしました。にゃにゃん、前は何もないと思われるでも部屋着だ、なんか絶対金みたいな言われたんや絶対いらんって言われたけど、部屋着で可愛いよって言ったら、そう、あ、部屋着ならいいかって説得できたあいさ説得できたからみんなもぜひゲットしてくれへん。明日のお昼から受付開始です。後ろはあ、前にデザイン来るよね。新しい、それは新しいねそれは新しすぎ。うん、パン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 。確かにあれか、お話し会の時とかはさあれだよねあの生誕祭 T シャツ着てるよってこう見せてもらってもさ、前は真っ黒だからさそう、本当にそれが生誕 T なんかわからんもんね。そうだからまあありさにこうお話し会とかでもし来てくれて見せてくれるやったら、後ろ前反対に来てもらったらまあ見れるかもしれん。そう、後ろ見せたら顔見えそうだな確かに。真っ暗なとこでロゴが光ったら絶対おしゃれです。いや多分光らないですね光らないですねロゴは。うん、めっちゃおしゃれやけどね。黒 T 着たけど、そう、真っ黒の T シャツ着たけどね、生誕祭 T シャツだよって違うのでも言えるもんねあ、ミラー置けば、あ、確かに頭いい、それはミラー越しに見せるとか頭いいね。炎上するなんてね、おたとバレないこと、おしゃれなこと、なるほどね。いやバレるよ、アリサ。まあ確かに ST48 とか書いてないから、アリサ。そう、めっちゃ頑張ったよ、アリサ。そう、デザインするのめっちゃ下手なのに。タンタラタラ。美肌モードで配信するとき、確かに。めっちゃ考えたんやから、アリサさん。こうやって。こうやってまずうさちゃんを描くやろ。あ、間違えたぞ。名前ならありさでデザイナーの作品確かに。こうやってどうだったっけな、うさぎの。あ、こうだ、こんな感じ。こうまずうさぎを描くやろそれでここにビルスデイみたいな、ここにハッピーバースデーって書いてあるんですよ。耳のところはハートになってて、そう、説明しよう。ここにハッピーバースデーって書いてあって、体のところに、あの体と手のところに生年月日が入ってて、このウサギはピンクです。
黒ピンクが好きやから、アリサが。そう、黒ピンク、黒ピンクの組み合わせが好きだから、このウサちゃんはピンクです。それでアリサっていう文字は白、ホワイト、真っ白で、こうなんかまあおしゃれっぽくしたかったんやけど、こんな感じよ。じゃーん、このウサギの上に白でこうアリサって書いてあるよっていうデザインになってます。これが後ろに来る。かわいいっしょ。どう、好き？じゃーん、かわいいでしょ。このロゴはね、あのアリサなんかかわいい文字書くの下手だからさ、なんかかわいいアルファベット、何も文字あるじゃん。そう、アリサが手書きで書いたやつじゃなくてさ、もう何こう普通にパソコンでとかで打ってピョーンってこう貼り付けてもらえるかなって思ったけど、アリサの字だった。恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいんやけども、どうですか、そう、服のデザインできるかな、こんなんで。デザイナーになれる。1年ぶりくらいに来ました、ありがとうあこちゃん、嬉しい。あこちゃん、そう、かわいい、なんかもうフォントというか修正してもらえるかと思ったら、もうそのまんまんま、アリサが書いたまんまやった。だからちょっとウサギのここの耳んとかがガタガタしてるけど、まあ、ぜひあの初めてアリサがデザインした生誕 T シャツということでゲットしていただけたら嬉しいです。これから成長していくかもしれないしね、来年、再来年になってこれから成長していくかもしれないので、ぜひ受け取ってください。ダイナソーかわいい、ありがとう。アリサらしさ出て好き、ほんとよかった。よかった。パンテラさん、馬ありがとう。本当にかわいいです、また来ます、ありがとう。あこちゃんまた来てね。あかりさん、先生なんで、あかりさんとか絶対手書きじゃないよ、手書きそのままやないじゃん、ちゃんと かわいくさ、こう修正、デザインはこんな感じって考えるんやろうけど、かわいい感じじゃないですか。こんなにまんまなるとはな。チャームはね、可愛くてね、いろんな鍵につけてるんよ。鍵につけてるから、今なぎささんのやつしかないんですけど、なぎささんのやつ、今年のか、これん、去年の2019年だから、去年だ、去年のなぎささんのやつ、可愛い。チャームになったやつ、生誕 T シャツだ、かわいい。絶対これ手書きやないやん。これはちゃんと修正してもらってるやないですか。かわいい。アバターと似てる。アバターと似てる。そやろ。何件か、2年経ちました。今日は、今日じゃんけんしたんかいね。そうか、今日じゃんけんしたのか、じゃんけん大会懐かしい。めちゃめちゃに懐かしいですね。
ゆういちろうさん、ハートありがとう。ハート。そう、ありさ、何気にね、じゃんけん大会2回とも本戦出場したから、何気に衣装持ってるよ、自分のそう、のんちゃんと出た時はなこみくさんみたいに、そう、2人でお揃い色違いの衣装を作ってもらって、で、かほちゃんとの、かほちゃんとの、そう、親子の時はかほちゃんがママ風、ありさがなんか幼稚園児みたいなスモックっていうんかいな、幼稚園児衣装みたいな感じのやつに、そう、熊のかぶり物めっちゃでっかい熊のかぶり物つけて、そう、かわいい衣装作っていただきました。あれどこ行ったんやろねからあれは欲しかったな。じゃんけん大会にも、そう、地味にね、本戦はあの1回目でどっちも負けとんやけど本戦は1回戦でどっちも負けとんやけどね、地味に本戦行ってるんですよ、2回ともやばいやな。親子の衣装また着てほしいね。親子の衣装可愛かったやろ。かほちゃんと一緒にめっちゃ考えたもん、どんなのがいい、いや絶対こっちのが可愛い、こっちのが可愛いとりあえず本戦行ったらね、衣装作ってもらえて衣装着れるから、とりあえず本戦いいかもってめっちゃ本気になったけど、本戦いざ行ってみたら1回戦で負けるっていう悲しい、うん、お守りとか買ってたな。もう2年、あ、親子のじゃんけんから2年経った、そういうことか。へえ、じゃんけん、うん、じゃんけんぽいぽい、あっち向いてほいじゃんけんぽいぽい、あっち向いてほい、あっち向いてほい、あっち向いて、あっち向いてほいよ、昨日のこと思い出す気合や。コウコちゃんがめっちゃエンドレスでね、 DMM のアーカイブ見てるんですけど、悲しいわ、それでね、ずっと笑ってくるなんかね、そう、 DMM をね、アーカイブの DMM を見たらね、あのすごいなんか抜かれてたんですよ、アリサがで、ね、あっち向いてほーいって言って、こうひなちゃんの方を向いてる時の、そう、顔まで全部抜かれとってからそれ見てからね、めちゃめちゃつぼるんよ、もうひどい、ひどすぎるしかもね、一回目バッチリ抜かれそう、一回目バッチリ抜かれとったよ。しかもこうチャンチャンチャラチャラチャチャのこのアウトロ、イントロも同じなんですけど、ダンスはこのアウトロのダンスのここの手クラップするところからね、なんかもう来るぞ来るぞと思ってもうちょっとであっち向いてほい来るぞと思ってね、なんかこう準備しとるよ、この一人だけ手が曲がっとったよ、アリサ。そう、みんな普通こうやって伸ばすやん、タンタンタタタタタタやばい、やばい、来るぞ来るぞ一人だけなんか手曲がっとってマジで面白かった。めっちゃ構えとったんよめっちゃ一人だけ構えとった、おもろい恥ずかしすぎるトントン一人だけ手曲がってた、あっち向いてほい、あっち向いてほい、タララ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 、あっち向いてほい、誰が強かったかな、誰がっていうか、コウコちゃんやってくれない、いつもイントロの時でね、あっち向いてほいやるんやけどね、コウコちゃんはちゃんとあっち向いてほいってやるから、アリサはあっち向いてほいってやるんやけど、アリサがあっち向いてほいってやるのに、あっち向いてほいってこう顔変えんのよいや、なんでって、いや顔向けろやみたいな、めっちゃ思ってる、アリサいつも。
そう、あっち向いてほーいってこう全力でやるじゃん、アリサ。あっち向いてほーいってなにね、あっち向いてほーいってこうね、横にせんのよ。横かま上か下か どこでもいいけど別にいつもいつもずっとねこっち見つめとるんよ。 そこをね DMM さんで抜いてほしいんですよ私は。なのにいつも抜かれないんですよ。悲しい。だからアリサだけ、そうアリサだけがその何事実、新事実を知ってるんですよ。その変な高校のボケを知ってるんよ。全国のね、もう世界中の皆さんに伝えたいのに、その顔を変えないずるすぎる田中高校の姿を私は全世界に届けたいのに届けれないんですよ。ちょうど DMM のカメラちゃん抜いてくれないから、そこ悲しい、ピエンすぎる。あっち向いてほーいきついんちゃう。横向くだけ、こう首こうするだけよ。ほー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 みたいな。アリサめっちゃ全力よ。あっち向いてほーい、あっち向いてほーい、あっち向いてほーいってか全力なのに、いつも顔変え、顔動かしてくれ。あっち向いてほーいなんで、いやなんでな、いつも思っとんやけど。うん、首曲がるやろ。ていうか DMM 見るの忘れてた。まだてれてれてれ、生誕セレモニーのところ実況配信というか実況できるか分からんけど、見ながらやりたいと思います。アンコール明けか、ちょうど。オンリートでひなちゃんとお見合いしてたの、どういうこと？フリじゃないよね、オンリートで。うん、でもひなちゃんイエーイってやってるよ。ひなちゃんと、オーナーシャンス、オーナーシャンス、オーナーシャンス。今日なんで行かなかったの、なんで行かなかったの、なんで言われたよ。今日は忙しかったからね、みんなおしゃれさ。今日めっちゃ歩いたいけど、もう疲れた、ほんとにめっちゃ歩いてから、そう夕方はいっぱい歩いて、欲しかったずっと欲しかったものゲットできた。そう お小遣いで、お誕生日にもらったお小遣いで欲しいものをゲットしてきて、帰ろうと思ったら電車乗り過ごして電車乗り過ごしてマジでやばいってなって、また戻ってきて、すごい時間ロスすごい時間ロスした。ピエン、髪結んだ方がいい、髪結んだ方がいい。寒いか、マシすぎるやろ。いいよ、どうこまるこまんまる。どうサザエさん、顔まんまる。今日好き好きなんよ、アリサさん。大人よ、大人。しかもあれですからね、皆さん、ここだけ、DMM です見れるし、しかもここだけはね、知っとってほしいのはですね、ソルハね、アリサにもね、コウコちゃんにもね、生誕祭見に来てくれますよね言って出るんですけど、アリサの時もコウコちゃんの時も見に来てないからね、ソルハ
いや、アリさんの時もです、コウコちゃんの時も見に来てないのに自分の時でなんでアリさんからしたら見に行かけねえだろー TMM で見るわそう、そこだけはね、あのここだけは伝えたかんといけん、ちゃんとそう、ここだけはね、ちゃんと伝えさせていただくんですけどね、本当にアリさんの時もコウコちゃんの時もいなかったからね、言っとくけどでもちゃんと DMM では見てあげるDMM ではちゃんと見ててあげてる、優しい、ほんとにアリサちゃんって優しいラワワワワタラタタラキュキュ、ほんとにほんとに優しい、それはゼロでしょ、ゼロ、アリサの生誕祭 DMM でも見とったんかどうかわからんのにだってね、よかったね、感想とかもらってないもん感想とかもらってない、 DMM で見とったんかな、アリサのやつ見とったんかな、 DMM ではちゃんと見てる、見てますよ、今一杯の水やん、今一杯の水を一杯の水、感想もらって、感想もらってないもん、タブレットスマホで見ております、自分の自分のスマホで見てるなよ、今日の感想を聞く、アイスなるほどね、感想を送って、シャムネコ福ちゃん、じゃあ今度福ちゃんの前で特別に歌います、シャムネコ、ちやほやされてきてわがままなんだろう、シャムネコで難しいんですよ、あの最初の入りがねめっちゃ難しい、気抜いて一瞬でもね、そう、めっちゃ集中しとらんとね、どこからかある日やってきて、だから入れない、入れんのよ、シューバーみたいな、シューバーって感じやから、もう来るぞってめっちゃこうやってね、めっちゃ緊張してた、最初だけ、最初だけそう、最初ね、あのめっちゃ気抜いてたんよ、リハーサルの時、そしたらね、シューどこからかみたいな、もうね最悪、入れなくてからね、そう何回もそこ練習したもんめっちゃ難しいけど、あれ最終的にはなんかうっすらね、あの何クリックみたいな、チッチッ今から行くよみたいな、チッチッチッみたいな、まあうっすら入れてもらったんやけどね、そうちゃんとできててよかったです、本当にどうでしたか、シャムネコシャムネコ、シャムネコ、でもね本当にね、アリサ本当にね、何高い音域は得意ないけど、本当にね低い音域がね出なさすぎってねどうしらそもう 4つしか出んのよ、どうから数え、どう入れんかったらもうどうしらそばみたいな、もう3つしか出ないです、下のもうどうの音から下が3つしか出んからさ、もうアリサ本当にね歌える曲が少ないそうだからめっちゃね、あの B メロサビとかは全然いけるやけど、波も嫌いだけど飼い主なんて見下ろす、そう自分が世界の中心、ソファーの上のシャムネコここめっちゃねめっちゃ細かい、ソファーの上のシャムネコ、本当はめっちゃ低い、シャムネコソファーの上のシャムネコって感じで、シャムネコ
ごまかしてるアスコ。いい感じでしょ。ごまかし方で何でもできる。何でもできる。低いのは何とかならんのよ、練習で。高いのはあのトレーニングしたら出るようになる。高い音はね。低い音はもう生まれ持ったものしかない。どんどん成長してから、どんどん声変わりして声が低くなって出るようになるのを待つしかないよ。低い音、だから初めての星もね、そう低いんですよ、アリサ。長い長い道のりだった、この場所に来るまで。自分が目指してたものは可能性だと思い込んだ。ミステリーライン、めっちゃ歌うの難しそうな。ミステリーライン、にゃんちゃんこちゃん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 、テラティマドンナってやつ。テラティマドンナ、テテ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 低い声が低い人は、その自分に合った低いあの音をの曲を選んだらいいんやけどさ、低い声はなんか心に染みるじゃん、なんかジーンって感じ。低い音はなんか心に染みる感じで、高い音はアリサは記憶に残る歌声やと思う。どっちも出るのがまあ一番いいんやけど、普通に。そう、低い音は心に染みるけど、高い音の方が印象が強いじゃないですか。だからまあいわゆる低い音失敗しても高い音が合ってたら、まあそんなこと気にならんみたいな感じですかね。だから高い音の方がなんかありそう、なんか大事な気がするからいいと思う。自分いいと思う。イエーイ。それわかる。本当低い音はめっちゃ心に響くんですよ、ビーンって感じで。ジー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 ン、高い音キーンって感じの高い音だったら耳がキーンってなるじゃないですか。でも高い音がなんか綺麗に出とった方が記憶に残るというかね、忘れられん、一生耳から離れないあの歌になるみたいな感じよ。ああ、プリンのなこさんの高音すごかった。ああ、好き、アリサ。めっちゃ好き。なんか、プロデューシュー48。ああ、見てなかったけど、そこだけ知ってる、なぜか。めっちゃ有名なとったよな。ふふふ。サザエさん、なんかこれサザエさんフェアみたいなやつが行われてて、そこで売ってあったサザエさんカチューシャです。サザエさんカチューシャ。雪の花、記憶に残る。いや、わかる。雪の花もまあうまいけど、あの時はまだまだ成長できるっていう感じの歌声しとるやないですか。いや誰って感じ、誰って感じで、あの時は東京合宿でしょ、あれ。東京合宿の時の、あ、まだオーディションの時の、そう、歌の方がまだまだ成長できるなっていう歌声しとって、そう、雪の花もめちゃめちゃうまかったんですけど、そう、まだもっと上手くなるみたいな感じの可能性に満ち溢れた歌声しとって、ノバディはもう完璧よ。完成されすぎてる。 Nobody が上音って、 Nobody 上ダララン、タン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 、
そういうとこあるよね。さすが本当？君ってそういうとこあるよねってやつか。あれめっちゃいい、なんか楽しい歌、耳に残る。あ、で、皆さん生誕祭のやつイヤホンで聞こうっと。あ、からどうしたってぐらい絡まってる。絡まってくださいね。決めてそういうとこあるよね。やばいやばいやばい、どうしたってぐらい絡まってる。ほんまにとりあえずこっちつけて、カラオケで、ああ、なるほど。確かに高い、高いかもな。確かに。でもそういう曲多いよね。なんか最初弾く A メロとか B メロとかめっちゃ低いけど、サビめっちゃ高いみたいな曲多いですよね。48クラップの曲、 STU もほぼそれ、ほぼそれやから。アリサペダル、ペダルの最初のとことかで、一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。パパン。でもあのめっちゃサビ、サビはめっちゃ高いから得意よ。ペダル漕いで回った車輪の分だけ。取れた、取っちゃった。まあ、いいか。よし。りんたろうさん、ハートありがとうございます。ペダルと大好きな人、うん、めっちゃ低い。大好きな人はやばいんですよ、もう。ミーぐらいなんよね。ドシラソファミのミーの音から始まる。愛とは何なのか、やっとわかる。出るわけないよね、アリさん。でもね、あの低い子はね全然ごまかせる。あーってやったら、あーいとはー、あー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 いとはーねえ、出とる感じせん。あーいとはーなんなのか、やっとわかった。高い子は絶対ごまかせれんよ。高い子は絶対ごまかせないけど、低い子はごまかせれる、なんとか。マットさん、ハート、リンタロウさん、ダルマ、ありがとうございます。手紙？すごい。
てるそれは。タカちゃん。タカちゃん。タカちゃんやって。こんばんは。やっほい。ジュナちゃん。タカちゃん。ホームステイ、ホームステイできる。アリサがもしホームステイできたらどうしようってめっちゃ思ってる。来たい。めっちゃ笑う。田中高校、田中高校からお手紙。高校からのお手紙だ。めっちゃ面白い。みちゅう、マリナ TikTok あげたよ。マリナみちゅう、おもろい手紙やコウコちゃんから。これそう、さっきね、さっきじゃない、全然さっきじゃないわ。今日ね、コウコちゃんと一緒にいたからね、ソラハのなんか生誕さん手紙書いてんけど見てくれ、めっちゃおもろくない。全部見せられたんですよ。なんかアイさん見てた、めっちゃおもろい。そうソラハの生誕さん手紙任されとったことも忘れるわ。だから夜中に書くわ。それを手紙に書くわ。そしてソラハとのなんか出会いもなんか思い出せんから。出会いは何だったっけって書くわ。めっちゃおもろかったけど、おもろすぎた。みっちゅ大丈夫。めっちゃ想像できる、みっちゅが、そう、ソラハの手紙は大丈夫ってする。めっちゃ想像できる、面白い。お、ソラハも手紙読んでるやん。ソラハも手紙読んで真似したんかな。やっぱアイさんの生誕さん見たんかな。アイさんの生誕さん見てんな、真似したな。
手が感動的でしたね。これ本当よかった。お手紙終わりました。すごく感動的なお手紙でした。みんなアリサのパクってやろ。みんな泣いてない？みんな泣いてないよ。みんな泣いてない。ユミいつも泣くイメージあったんやけど、みんな泣いてないよ。泣いてない。でもやっぱソラハね、ずっとずっと一緒じゃないよ。全然ずっと一緒じゃない。ドラフト3期生でね、こう5人ピョンと入ってきた時に、そうゆらゆらゆらパイはね、まあずっと入る前から知ってて、オーディションの時から、そしてもうオーディションの前から知ってたから、そう「SU 来たや」って感じで、そう再会って感じだったんですけど、そう後のみんなは全然知らなかったけど、そうソルハと一番に仲良くなれて、そうずっとね今もなんかマリナとね、まあ一緒にいた中に割り込んできたんですけど、なぜか。そうだけど、それがきっかけで仲良くなって3人でユニバー行ったりねするぐらいの仲にもなりましたし、本当に本当にいつもいつも支えになっております。アリサ相談すること、何もされ、別に相談というかさ、何相談されるというかさ、なんか同じ立場やからさね、共感し合うみたいな感じよ。わかります？伝われ伝われ。相談はさ、なんかもっとさ年上だったり、自分より年上だったりさ、こう経験がある、人生経験があるというかさ、こう何でもわかりそうな感じのさ方にさ、これどうやったらうまくいくかみたいな相談するやん。アリサは別に人生経験も同じぐらいやし、何なんていうの、立場的にもね、そう同じ感じのところにいるから共感し合うみたいな相談は別にされん。相談は別にされないです。共感仲間として、そう頑張っていこうみたいな感じの共感仲間として過ごしました。はい、これからも頑張りたいと思います。アリマリソラよろしくお願いします。これからもということで、そろそろご視聴ありがとうございましたって言われとった DMM。 そう、そんな感じでございます。過ごしました。話してた、感動した、私のスピーチに感動したの、まさか。それでは、ソラハの生誕祭も終わったということで、そろそろこの配信も終わりたいと思います。そう、申し訳ないです。皆さん、アリサ、ね、学校の課題がまた押し寄せてきてることをね忘れてた、完全に。そう、学校の課題この前出した、わーい痩せたーと思ったんですけど、またさ学校の課題の提出が近づいてきてたのを忘れてた。だから今からやります。同じく本当、いやもう次から次へやってくるね課題って。そう、そしてね、もうアリサはね、今日からじゃないよ、もう昨日から本気出すって決めてるからね。そう、頑張ります。今から歌を昨日から本気出すって決めてるんですよ。いつも練習してるけど、いつも以上にもね本気出してやろうって決めてるから、そろそろここら辺で終わりたいと思います。キャッチフレーズをいきます。頑張れーって、アリサ頑張れーって言う。
ら言った、ロリちゃん以外。それではキャッチレーズいきます。アリちゃん推しになるのはアリーアリーアリサゴー出航。はい、ありがとうございます。高校1年生のアリちゃんことみどりしアリサです。イエーイありがとうございます。ではギフトを読みます。ダラン、パンジュラさん、ダイナソー、カラコン野郎、リンタロウさん、ヤスベイさん、マットさん、ミスター P、 ヤスベイさん、パンジュラさん、ケイちゃん、サイモンさん、ユイチロウさん、ダイナソー、ミシェルボーイさん、ネビームくん、スケーモンくん、ナオナオさん、健康第一、健康第一、ネビームくん、シュンちゃん、キュンですおじさん、クリちゃん、ソイチロウさん、てっちゃん、とりごとさん、パンジェラさん、ギフトありがとうございました。イエイ。ではランキングいきます。13位キュンですおじさん、12位サイモンさん、11位ティガー、10位カンちゃん、9位ヒゲナマスさん、8位ヒデジロウさん、7位ヒデさん、6位パンジェラモンスターさん、5位てっちゃん、4位ソイチロウさん、3位ネビムくん、2位ひとりごとさん、1位はヤスベイさんです。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。皆様今日も見てくださってありがとうございます。そうですね、明日やったらね、岩壁ライブと、あ、お、違う明日頑張ったら、お話し会、フォースシングルのお話し会がまたあって、でその次の日は岩壁ライブがありますので、楽しみ、頑張っていきましょう。また明日も頑張っていきましょう。徹夜で課題数もちろん、明日も勉強して、徹夜で勉強します。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。バイチャラポイン。また。